ビデオカメラのデータ復旧を行いました。愛知県豊田市のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはキヤノン、アイビス、HF11。 ビデオカメラの画面上にサムネイルは表示されるが、再生しようとしても異なる動画が再生されたり再生できなかったりするというものです。データ復旧処理を行い、9時間10分の動画データの復元に成功しました。